ようこそ山田家へいらっしゃいました。夏ですね。夏はお好きですか？夏は人を狂わせます。そして人は過ちを犯します。例えば蚊などというちっぽけな虫といえども、一つの尊い命であることに変わりありません。彼らは躊躇することなく、その尊い命を奪おうとします。ところで、すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、あなたは蚊です。刺されると痒くなるあの虫です。刺された場所が腫れて、しかもそこに爪で罰印をつけたくなるあの虫です。ですから、あなたは蚊として当然やらなくてはならないことがあります。それは吸血です。あなたが無事に冬を越し、春を迎えるためには、人間の血を十分に蓄えなくてはなりません。ただし、吸血には大きな危険が伴います。あなたにとっては心外かもしれませんが、山田家の人たちはあなたを歓迎しません。一体それはなぜなのでしょう。かゆいからです。あなたの吸血を防ぐためには、彼らは手段を選ばないということを肝に銘じておいてください。それでは、ひと夏の吸血をお楽しみください。